ザンスカール、ザンスカールは、カルギル地方、インド北西部のジャンムーカシミール州の一部にある、高地の地名である。チベット民族が住み、抗議のラダックの一地方ともみなされる。ラダック王国に複属していたが、19世紀に、同王国と共に、カシミール王国へ併合された。また古くは、クゲ王国やトバン王国の半島に属していた。ザンスカールは、チベット語で、 白い銅を意味し、銅の産地として知られていたことに由来する。チベット文字では、と書き、ラダック語では、ザンスカール、標準チベット語、ラサ方言では、サンカルと読む。ザンスカール当地の方言でもザンカルに近い。が、この地方の中心都市である。ザンスカールは、標高3500メートルから7000メートルに及ぶ、高地で、約7000平方キロメートルの面積がある。 このザンスカール高地はザンスカール川の二つの支流域からなる。ドダ川はベンシ峠の近くにその源があり、パドゥムの方へ伸びている元屋に沿って南東に流れている。もう一つの支流はルンラク川で、その川はさらに二つの支流に分かれる。一つはシンゴ峠の近くを源流に持つクルギアク川である。もう一つはバララチャ峠の近くを源流に持つサラップ川である。 これらの2本の支流は、プルネ村の下で合流し、ルンナク川になる。ルンナク川は、北西方向に伸びる非常に険しい渓谷を通り、パドゥム谷に流れ込む。そこでドダ川と合流し、ザンスカール川となる。ザンスカール川は、ラダックでインダス川にぶつかるまで北東方向に進む。ドダ谷ダとリンキクルギアク谷の両側には、北西から南東方向に伸びる、 高山帯が横たわっている。ザンスカールの南西方向にはヒマラヤ山脈があり、ザンスカールをキツワルとチャンバ盆地から隔てている。北東方向にはザンスカール山脈があり、ザンスカールをラダックと隔てている。すべてのザンスカールの河川はザンスカール側に注ぎ、ザンスカール山脈に切り立った渓谷を形成し、この地方唯一の出口となっている。 これらの地形上の特徴は、ザンスカールへのアクセスの難しさを説明している。ヒマラヤ地域との交流は、結表機のザンスカール側と、山岳地帯を通ることによって行うしかない。カルギリからの最も簡単なアプローチでも、険しいルダ谷を通り抜けヘペンシ峠を越えなければならない。1979年このルートに、ザンスカールにおける唯一そして初めての自動車道が、できた。 この自動車道によってパドゥムがラダックを通りすりながると結ばれた。これほど偏僻な場所であったため最近までここを訪れた西洋人は非常にわずかであった。ハンガリー人チベット研究家のチョーマドケレスがこの地を訪れたのは1823年であるが、それがおそらく西洋人として最初であると思われる。しかも、 パキスタンと中国との国境紛争のため1974年まで外国人は立ち入り禁止にされてしまった。ザンスカールの植物のほとんどは谷の下流域で見られ、高山植物と寒帯植物からなる。幾万ものエーデルワイスで覆われた草原はザンスカールで最も印象的な光景である。標高の低いところでは大麦、レンズ豆とジャガイモなどが収穫される。 その地域では役、象、羊、馬と犬のような家畜も見ることができる。ザンスカールで見つけるとこのできる野生動物はマーモット、クマ、オオカミ、ユキヒョウ、キャン、バーラル、アルペンアイベックスがいる。その他に野生の羊とヤギ、ヒゲワシなども見られる。ザンスカール高地はヒマラヤ山脈の北にある高地の反砂漠地帯に位置する。 ヒマラヤ山脈はラダックとザンスカールをモンスーンから隔てる障壁となっている。そのため夏には乾燥して快適な気候となる。ここ数十年間年間降水量は増加傾向を示しているものの、夏季の降水量は不足している。古代からザンスカールの村々には遠方から水が引かれている。水は畑に巻かれたり、水車などもにも利用されてきた。 最近の干ばつにより、水源が枯渇し、見捨てられた村も出てきた。大部分の降水は厳しくて長い陶器に、雪として降ってくる。ザンスカールの家屋は、外して頑丈であるが、増加した降雪のため、屋根が壊れるなどの被害が発生している。ザンスカールの地元民にとっては、初めての事態である。冬の間に降った雪は降り積もって氷河になる。 氷河は夏になると溶けて、重要な灌溉用水となる。ザンスカールの人口は少ない。1971年の最後の国勢調査によると、人口は6886人であった。2005年では、約1万人程度であると予測される。主な宗教は、チベット仏教である。その一方で、シャーマニズムの影響も強く残っている。また、 イスラム教シーア派の少数民族も住んでいる。ほとんどの住民は散らばった小さな村々で生活している。最も人口が集中する町は首都のパドゥムで人口は700人ほどである。ザンスカールのほとんどの村はザンスカール側とその2つの支流域にある。この地域は隔離されており住民は最近までほとんど完全な自給自足で生きてきた。しかし、 宗教的な道具や工芸品、宝石のため外部との交易は常に必要とされてきた。ザンスカール人の主な仕事は牛の飼育と工作である。工作地は自前である。工作できる土地は不十分で洗浄地と棚畑に制限される。4000メートル以上の高度にはほとんど高地はない。ザンスカール人はこのような厳しい環境で食物を得るために 集約的な農耕農業と複雑な考えのシステムを開発した。それでも工作できる土地は不足しており、人口増加は抑えられてきた。ザンスカールには兄弟で妻を共有する一切多不正があり、これが効率的な三次制限システムとなった。また、高い乳児死亡率も人口安定性の一因となっている。ザンスカールで最も重要なものは家畜。 特に薬である。薬は穀物を脱穀したり、土地を耕したり、荷物の運搬に使われたりする。また、薬の糞は肥料になるだけではなく、乾燥させてこの地方唯一の燃料になる。さらに、乳を取り、肉を食べることもある。薬の毛皮は、衣服、カーペット、ロープ、ベッドカバーの原料となる。10世紀頃から、 ザンスカールは二つないし四つの結族関係のある諸侯によって構成されていた。この頃、都が建設された。15世紀以降はの俗領として服属し、その後の運命を幸福を共に共有することになる。1822年、クルト、ラホール、キンナウルの連合がザンスカールを侵略し、パドム王宮を破壊する。1842年、ラダク王国は、 インドの1846年から1947年の一部として併合される。カシミール紛争によってラダック王国の丘領土はパキスタンと中国に分割されたがザンスカール地方はラダック中央部と共にインド支配地域となっている。ザンスカールは11月から5月までは寒さと大雪のためこの時期の旅行は非常に難しい。 この時期に入る旅行者は慎重に準備をした上、知識のあるガイドを雇う必要がある。一方、下記の間はザンスカール全域を訪れることができる。ザンスカールにアクセスする最も良い方法はトレッキングであるが、ジープを借りたり、バスで行くこともできる。パスはカルギルからペンシ峠を越えてパドゥムに入る。パドゥムに興味がなくても、パドゥムに入りさえすれば、 パドゥムトンデザンラカルシャパドゥムの一周旅行が可能にな。このコースはザンスカールの文化を堪能できる。もう一つのおすすめパドゥム周辺のコースはスルダニとラダックからザンスカールを切り分けているペンシトゲに通じるコースある。ザンスカールに入るルートで最も人気のあるトレッキングルートはダルチャまたはサルチュからマナリレードを経てパドゥムに入るルートと ラマユルからすりながる、冷凍を経て、パジェムまで至るルートである。両方とも走破するには10日ほどかかる。旅行者の存在は、ザンスカールに大きな影響を与えるだろう。この地域が外国人に解放されたことで、教育施設への融資が行われたり、送員や道路の改修が行われたりしたが、鉱山帯の脆弱な自然環境や、そこに住む人々の生活に、 甚大な影響を与えてしまった。それは旅行シーズンの終わりのトレッキングルートやキャンプサイト周辺のゴミ捨て場にますます見られる。しかもそれだけではなく地域の住民は旅行者に対してしばしば反感を示したり物を盗んだり物いをするようになってしまった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。